鳥取藩、鳥取藩は稲葉国、宝貴国、現在の鳥取県の二国を領有した大藩である。国高は三十二万五千億。藩長は稲葉の鳥取城、鳥取市東町に置いた。旧将山城とも称した。江戸時代を通し池田家が治めた、慶長五年、1600年関ヶ原の戦いの後、池田常沖の三男。 テルマサの弟の長吉が六万国で入法し、鳥取藩が立藩した。元長年、1615年死死、長行きの第二、備中松山藩に天法となった。同年、張馬国姫路藩より、テルマサの子、池田俊隆の着難で、池田宗家にあたる池田三政が三十二万国を与えられて入法した。三隆は在封していた十六年の間に、 鳥取城下町の基盤を整備した。寛永9年、1632年、美前国岡山藩主、池田忠夫、年高の弟が死去し、その着難で三つのいとこにあたる池田三中が、家督を継ぐと、幼少であることを理由に、鳥取藩へ移法され、代わって三つが岡山へ入った。これ以後、池田家の分家筋が、稲葉、法規国三十二万五千国を収めることとなる。 この忠尾死去の前後に、鍵屋の辻の決闘に関わることで、大きな注目を集めた。鳥取池田家は、池田家の分家筋であったが、照政と徳川家康の次女、徳姫の間に生まれた、忠尾の家系であることから、岡山の宗家から独立した、国持大名とされ、戸様大名でありながら、松平生と青い門が下死され、審判に準ずる価格を与えられた。また、 通常大名が江戸城に途上する際は刀を玄関前で家来に預けなくてはならなかったが、鳥取池田家は玄関の式台まで刀を持ち込むことができた。これは鳥取池田家の他には五連氏や越前末、平家の一門といった徳川家一門の審判と、やはり他の戸様大名より価格の高い加賀藩前武のみ許された特権であった。二国を領し、 稲葉国内に班長が置かれたため、宝規国内では、夜名子に城が置かれ、城代画廊として、荒尾家が、委任統治、自分主政治を行った。この他に、倉吉、八橋、松崎、浦富といった藩内の重要な町にも陣屋が置かれ、過労職にある家が代替統治を行っていた。なお、これらの町は、他の在京村とは違い、 城下の鳥取と同じ扱いを受け町年寄りなどの役職が置かれていた。また、稲葉国内には師範として鹿奴藩と若狭藩を置いた。天保の大飢饉は鳥取藩でも猛威を振るった。その被害は猿年が新と称されている。幕末、十二代藩主、慶徳は十五代将軍、徳川義信の兄であったため、慶幕、尊王という微妙な立場を取った。 藩内でも尊濃派と新幕派の対立が激しく、文久三年、1863年には、京都本国寺で、尊濃派藩による、新幕派重臣の暗殺事件、本国寺事件が発生した。翌年の金門の変で親しい関係にあった、長州藩が敗戦主張的となると、これと距離を置くようになるが、明治元年、1868年のとば、伏見の戦い。 戊辰戦争では、官軍方につき、志願のお兵隊や幕二隊などを率いて転戦した。明治政府に登用された鳥取藩士は、川田左、九馬、北垣慎太郎、原六郎、松田道幸らがいる。明治4年、1871年廃藩地県により、鳥取県となった。初代のゴン知事には、本国寺事,事件の司会であった元藩士の川田昭夫が、 任命されている。また、池田家は、明治17年、1884年7月7日に、当主、池田明氏が公爵となり、家族に劣せられた。明治23年、1890年に亡くなり、重帝の千田中広氏が、婿養子となり14代として、後を継いだ。15代当主は、長男の池田徳馬、1904年から1993年、で、 英国留学をきっかけにクリスチャンとなっている。著書を数冊刊行している。なお、姉の美希子は徳川宗義夫人である。2010年現在の当主は先代の娘の池田由里子で16代。養子はいるが家督を継ぐものではなく、当代限りで旧鳥取藩主として池田家の修了を決意している。この関係経緯により、 東京多摩霊園にあった鳥取藩主池田家の墓は、平成15年、2003年に、鳥取市の大運院に地区改装され、史跡鳥取藩主池田家墓所保存会が設けられた。多摩霊園の墓所は、12代の池田家徳の時の東京移住を理由として、大正14年、1925年、池田中博の時に設けられた。鳥取藩主池田家の分家 東館池田家の墓、東京都が、大運院、鳥取市立川町にある本家の墓所に移設され、同院で2010年5月15日、慰霊法要が営まれた。2007年2月に92歳で亡くなった東館、池田家の13代当主池田中親が生前、本家の墓所に行使することを、希望、3月に実現した。関係者は、 ご先祖様が同じ墓に入ることになってよかったと、話してる。戸様六万国、1600年から1617年。戸様三十二万国、1617年から1632年。戸様、純淳門門十二万五千国、1632年から1871年。鹿八藩、鹿の藩は、鹿の藩、鳥取東藩に行った藩とも言う。 ただし、同地には池田家が転放される以前の領主である亀池による六夜藩も存在していたため、近道に注意する必要がある。上京二年1685年に鳥取藩主池田三中が鳥取藩の神殿二万五千国を次男の池田中澄に与えて新田文地による文家としたのが始まりである。藩長は江戸時代を通して鳥取に置かれたが、 明治元年、1868年12月10日に、なってから鹿奴陣や、かのとも表記する。現、鳥取市六屋を藩長としたため、鹿奴藩と呼ばれるようになった。池田中澄時代の晩年である元六十五年、1702年、うるう八月7日、五千国を加増されて三万国となるが、これは、本家の鳥取藩から蔵前を支給される形である。 反省の機構はなきに等しく、本家から派遣された役人が実際の藩行政を行っていた。鹿奴藩は本家が断絶した際に備えるために設置された形式上の藩であったと言ってよい。実際、鳥取藩の第三代藩主池田義晴と第十代藩主池田慶一は鹿奴藩主か東文地下からの養子藩主である。反省で見るべきところはほとんどない。 特記事項としては、第九代藩主、池田中立が、源氏元年、1864年6月27日、鳥取藩主、池田慶徳と京都出兵をめぐって対立し、監視していることが挙げられる。明治2年、1869年に自ら廃藩し、鳥取藩に吸収された。藩主家は、明治17年、1884年、死者となった。 とざま。二万五千国三万国。若狭藩は、鳥取西館に行った藩ともいい、鳥取藩の第二代藩主、池田綱清が、元禄十三年、千七百年五月二十五日に、弟の池田清貞、池田三中の四男に、神殿一万五千国を分治したのが始まりで、藩長は鹿八津藩と同じく鳥取に置かれた。なお、江戸屋敷が鉄砲にあったことから、 鉄砲水泳とも言われる。第二代藩主、池田忠賢は、教皇五年、千七百二十年、五千国の家蔵を受けて二万国の大名となり、さらに幕府から松平政を許され、柳缶詰となった。ただし、蚊の藩と同じく、鳥取藩から倉前で支給を受けていたため、実際に領地はなかった。そのため、鳥取藩からの独立性は薄く、若桜には、 鳥取藩から派遣されたお月人による政務が行われていた。歴代藩主の中では、第五代藩主、池田定城、松平冠盛山が藩政改革を行い、また文学者としても有名で、柳館の山学者、文学参考と称された。明治元年、1868年12月10日、第十代藩主、池田徳沙は若さ、 現在の矢頭郡若狭町に若桜神屋を置いたため若狭藩と呼ばれるようになった。明治三年1870年鳥取藩に帰属した。藩主家は明治十七年1884年死者区となった。福本藩から編入された領地については同藩の項目を参照。上記のほか明治新後に シりべし国島巻軍の一部を管轄した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。